どうもこんにちは、先輩です。今回は地面に立っている敵に雷を落とすのではなくて、ちょっと敵に動きをつけながら雷を落とすコマンドを考えてきたのでご紹介しようと思います。では今回使用するコマンドブロックは5つと、レッドストーンコンパレーターとリピーターを1つずつ使います。コマンドはこちら、概要欄からコピーもできるのでチェックしてみてくださいね。それでは実際に使っていきます。使用するときには金の剣を地面に落とします。すると周囲のモンスターが空中に浮き上がって、そこに雷が落ちてきます。じゃあ他のモンスターでもやっていきましょう。この大量のオーデンもこのように一撃で倒すことができます。このコマンドは周囲を敵に囲まれた時に使えるコマンドなので、ぜひとも作ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。